ようこそサウンドデザインラボへ DK です。今回はマルチの音って結局偽物なのをやっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つは使用機材と実験内容の紹介で、もう1つは音を聞き比べてみよう、そしてあと1つはマルチの音は偽物。前回の動画でも触れたように、今高性能マルチを使ってボードを組んでる方も多いと思います。マルチを使うことでボードをコンパクトにできるなどメリットも多い反面、マルチを使うやつは音にこだわりがないとか、結局音は偽物と一部の界隈で言われているのもまた事実です。ではどれだけ使えてどれだけ使えないかを検証してみましょうということで、今回はマルチと実機の音を実際に聞き比べて本当に音は偽物なのかを検証していこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。まずは今回の使用機材と実験内容を解説します。今回使用する機材1つ目は Zoom のマルチストンプです。こちらは手頃な値段で買えるマルチという立ち位置で使用します。というのは現在高性能マルチを使ってボードを組んでる方は多いんで、実験する前からある程度マルチも使えるだろうっていうのは分かってるんですよね。ですがそれも高性能限定という見方をされてるところもあるんで、じゃあどの程度の値段や性能なら実用に耐えうるかを検証するためにマルチストンプを使います。続いて使用する機材2つ目はイーブンタイドの H9 です。こちらは高性能マルチ代表という立ち位置で使用します。というのはやっぱり今ボードに組み込むマルチの主流は高性能型だということで、これを検証しないわけにはいきません。他にも HX ストンプとか他社の高性能マルチを使ってる方もいると思うんですけど、そういうのの代わりに持ってるものの都合で H9 を使うくらいで見てください。そして使う機材3つ目はケンパーです。こちらはオールインワン機種代表として使用します。前回の動画で解説した通り、まだ主流になりきれてないオールインワンですが、使ってる方も徐々に増えてますよね。ただ特にケンパーはアンプサウンドに定評があるものの、エフェクト音に関してはあまり話を聞かないんで、こちらも実際どれくらい使えるか検証してみましょう。そしてここからは使用する実機を紹介します。使用する実機1つ目はアイバニーズの TS9 です。こちら正直使うペダルは何でもよかったんですけど、マルチストンプとケンパーに入ってるペダルと持ってるものの都合で TS9 になりました。続いて使用する実機2つ目はクライベイビーの GCB95 です。今回使うものは以前の動画で改造したものになるんですけど、実機のワウと比べてマルチのワウがどれくらい使えるか検証します。そして最後3つ目に使う実機はソライモンビッグスカイです。正直こちらも何でもよくて、リバーブじゃなくてディレイでもよかったし、ストライモンじゃなくてボスのものでもよかったんですけど、せっかくなんでペダル型リバーブの最高峰ビッグスカイを使ってシマーの音を比べてみます。そして実験方法なんですけど、まずペダル以外の音の差を極力なくすためにアンプはケンパーを使って、ケンパーからオーディオインターフェースに出力し、それをダウで取って比較します。で一部のエフェクト、例えば H9 には TS9 を模したエフェクトが入ってないとか、マルチストンプはエクスプレッションペダルがさせなくてワウとして使えないとか、機種によって機能の制限があるんで、そういう場合に関しては比較できるものだけを使用します。とここまで使用機材と実験内容を解説してきたんですけど、今回の実験は本物と似てるか似てないかもそうなんですけど、マルチの音は使えるか使えないかも合わせて検証していきたいと思いますので、皆さんもぜひそのあたりに注目して聞いていただければと思います。ということで早速音を鳴らしていきましょう。続いてはこちら。続いては実機とマルチの音を聞き比べてみましょう。まずは TS9 から聞き比べてみます。以前の動画でも解説した通り、マルチの中で特に弱いエフェクトといえば歪み系です。そもそも実機でも真空管サウンドを再現したといっても全然再現できないのと同じで、特にデジタルになるとその再現がより難しくなる印象があり、マルチの歪みは使えないと思っている方も多くいると思います。ということで今回はマルチストンプとケンパーを使ってどれほどのものか比較してみます。ではまず TS9 の実機から鳴らしてみます。続いてマルチストンプの TS9 で鳴らしてみます。続いてはケンパーの TS9 で鳴らしてみます。いかがでしょう。どうだったかはこの後考察するとして、次はワウの音を比較してみます。今回はマルチストンプはお休みで、 H9 とケンパーを使っていきましょう。あと使用するエクスプレッションペダルで音に影響があるとは思えませんが、一応使用するペダルもボスの EV30 で統一します。ではまずは実機の GCB95 から鳴らしてみます。
続いては H9 をワウペダルモードにして鳴らしてみます。最後はケンパーで鳴らしてみます。いかがでしょう。ここは特に各ペダルで音を寄せに行ってないんで、音が似てるかよりも使えるか使えないかに注目してほしいポイントです。実機とエクスプレッションペダルでは踏み心地に違いがあるんですけど、音に関してはこの後考察していきましょう。では最後はリバーブを比較してみます。こちらは今回使う全ての機材に入ってるんで、それぞれシマーに設定した上でパラメータもできる限り近づけて比較します。といってもペダルによっては設定項目が少ないものもあるんで、こちらも音が似てるかというよりは使えるか使えないかに注目して聞いてみてください。ではまずビッグスカイから鳴らしてみます。続いてマルチストンプで鳴らしてみます。次は H9 で鳴らしてみます。最後はケンパーで鳴らしてみます。いかがだったでしょう。こうして聞くとパラメーターを合わせたつもりでも結構音が違いますよね。ではこのまま皆さんと一緒にマルチの音は使えるかも考察していきましょう。最後はこちら。最後はマルチの音は本当に使えるのか、特に本物か偽物かにフォーカスして解説します。マルチの音は使えるか、結論から言えば物によると思います。っていうとそりゃそうだろうって声も聞こえてきそうなんで、今回聞き比べたエフェクトを一つずつ見ていきましょう。まず歪みペダルなんですけど、こちらは今回本物を模したものを比較したんで似てるかどうかも重要だと思います。その観点で言うとケンパー内蔵のものすら似てるとは言い切れないところもあるし、ケンパーに繋いだ効果もあって少しよく聞こえてる感もあるんですよね。DS9 ではなく歪みペダルとして考えると使えないこともないと思ったりもするんですけど、やっぱりマルチの歪みはなんか違うなという感じも否めません。特にケンパーに関しては TS9 を繋いだ上でプロファイリングされたリグもたくさん公開されてるんですけど、割とそっちの方がしっくりくるんですよね。大昔のマルチとか手頃な値段のマルチに比べるとかなり使えるようになった気はするんですけど、ここは実機を使いたいと思う方が多いのではないかと感じました。なので歪みに関しては偽物と言わざるを得ないという結論になります。続いてワウペダルなんですけど、こちらは個人的に不満がないように感じました。まあヴィンテージのワウに比べてどうなのかっていうのもあると思うんですけど、普段使いするワウとしては特に問題がないように感じます。しかもこれマルチでやる利点もあると思うんですよ。というのがワウって曲によって周波数レンジを変えたいなと思うことがあるんですけど、その場合実機だと対応しないものも多いし、対応してたとしても曲ごとにしゃがんでつまみを回さないといけないじゃないですか。でもマルチのワウを使ってる場合、あらかじめ設定を保存しておけば、あとはスイッチで呼び出すだけなんで簡単に変えられますよね。それとペダルを軽くできるのもメリットの一つだと思います。っていうのがワウって基本重いじゃないですか。でもマルチで使う場合、基本的にエクスプレッションペダルを使うことになるんで、実機と比べると圧倒的に軽いんですよね。あとサイズも実機に比べて程よく小さいことが多いんで、それもボードを組む上でメリットになることが多いと思います。ただ先にも話したように踏み心地は違うんで、そこが気になる方もいますよね。でも安心してください。エクスプレッションペダルはいろんなものが販売されてて、なんならワウと同じ筐体が使われているものもあるんで、好きな踏み心地のものを選ぶことができます。なので正直ここまでのクオリティがあれば十分使えるし、本物と言ってもいいように感じました。そして最後はリバーブを見ていきたいんですけど、ここで注目すべきはそもそも本物って何なのって話だと思います。っていうのは今リバーブの主流はデジタルです。一部本物のスプリングを使ったペダルとか、アンプもアナログのスプリングリバーブが主流なんですけど、エフェクターで言えばほとんどがデジタルです。ということは本来のリバーブからすれば偽物ということになってしまいますが、それはマルチに限った話ではなく、エフェクターも全て偽物になってしまいます。となると今市民権を得てるエフェクターを否定することになりますが、デジタルリバーブを偽物という方は見かけたことがありません。となるとデジタルペダルにおいては本物も偽物もないと思うんですよね。その上で今回比較したものに関しては、使える使えないというよりは設定できる項目の多さとか、音が好きかどうかの方が重要だと感じました。
シマーの本物は本家スライモンだけど考えるなら、マルチストンプは少々物足りなさを感じずにはいられないんですけど、他2つに関してはこれでも十分だと感じます。あと今回、あえてシマーで比較したんですけど、これアナログディレイで比較するとまた感想が変わると思うんですよね。あいにく純粋なアナログディレイの持ち合わせがないんで今回は比較できないんですけど、持ってる方は比較してもらって、その感想とか他の皆さんも今回聞き比べてどうだったかをぜひコメント欄に書いてみてください。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回はマルチと実機の音を比較検証してきました。やる前からある程度分かってたことですが、今はマルチの音も十分実用的ですよね。特に性能が良くなればなるほど実機じゃなくても十分な音になるんで、今後マルチの音は偽物だとか、マルチを使うやつは音にこだわりがないと言われた際には中指を立ててくちゃっと言ってあげてください。あと今回比較したもの以外でも気になるエフェクトもあると思います。例えばコンプはどうだとかフェイザーはどうだとかいろいろあると思うんですけど、この動画が好評なら第2弾第3弾とやっていきますので、ぜひコメントや高評価をよろしくお願いします。ではこの動画が面白かったよとか参考になったよとか、 DK さんは動画でアイバニーズって言ってたけど本当はイバニーズっていう世代ですよね、無理してませんかと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。